世界のどこかに星形の実をつける木があって、その実はつながりのちぎりになるんだって。そしてその実を貝殻で模したお守りを持っていると、たとえ離れ離れになったとしても必ず再会できるらしいの。みんなお揃いよ。つながりだよ。これよりマスター承認試験を行う。キーブレードに選ばれし者としての心のありようが試されるものである。幸いなことに遠方よりマスターゼアノートが足を運んでくれた。ミッキーの星のかけら。流れ星に思わぬおまけがついてきたぞ。強い心を持つんだ。心の強さはどんなに辛いことでも乗り越えられる。ビビビバビビブー。私もその靴を履いてみてもよろしいでしょうか。おばあさん、これ落としたよ。おお、私の頼みを聞いてくれればこの鏡にゼアノートとやらの行方を聞いてやろう。まさかテラ。その男が魔物を使って姫を襲わせたのでは。何かあったのですか。白雪姫が。危ない。テラとアクアを知ってるのか。とも、ズナ。何かあったのか。寺で亡くなるってどういう意味だ。言葉通りの意味だ。寺という存在が消えるんだよ。キーブレード。お前の力見せてくれよ。マスターゼアノート、俺は何を学べばいいのですか。そのままでいい。心の闇を消すのではなく力で制するのだ。テラが闇に落ちるはずない。この先君とは縁がありそうな予感がする。何用だ。今は城に入ることはならん。見よ、かつては主人の心と一つにあって力を宿していた鍵の残骸を、この地で繰り広げられた光と闇のキーブレードの戦い、キーブレード戦争の後だ。